ついに追い詰めたわよ、スグル。バブ、もう逃げ場はないわ。観念して投降しなさい。こんなのおかしい。バブ、そもそも僕は何の容疑で。公然わいせつ、強制わいせつ、建造物侵入、脅迫、強要、その他大量の迷惑防止条例違反。もういい、バブ、十分わかった。バブ、もちろんこれら全てが罪であるとは言わないわ。それを決めるのは裁判所の役割。ただし、あなたをここで逃がすわけにはいかないのよ。ヘイ、美人捜査官、取引をしようじゃないか。バブ、取引？僕の要求を飲んでくれれば、おとなしく捕まってあげれば。バブ、そうでない限り僕はここから飛び降りる。バブよ。わかった、要求って何？聞くだけ聞いてあげる。まず僕の担当には美人な監視をつけていただく。バブ、美人な監修？そして弁護士、検事、裁判長など、その辺のメンツも美人で取り揃えてほしい。バブ、あのね、そんなことできるわけないでしょ。それなら僕はここから飛び降りるまで。バブ、そもそも監修も法律家も大体が男よ。女性を手配しろ。バブ、ただの女性じゃない。バブよ、美人な女性。バブ、選べるわけないでしょ。胸のサイズは最低 G。 バブ、あのね、アニメの見過ぎよ。 G の女性なんてそうそう現実にいるわけないじゃない。バブ、でも分かった、それじゃあなたの言う通りにする。バブ、だからおとなしく逮捕されなさい。おかしい、こんなにスムーズなわけがないわ。お前嘘をついている。バブね、そんなことないわよ。あなたのお望み通り、ハーレム刑務所生活をお届けしてあげるから。約束しろ。バブ、もしも嘘だった時はあなたの添い寝を要求する。バブ、あ、私と？そう。バブ、オプションでミルクもつける。バブよ、オプションとかないけど。わかったわかった、全部言う通りにするから、もういいかな。ここで信じてもいいものか。それじゃあゆっくりこっちに来て。あ、いや、やはり信じられない。バブ抱きしめてあげるから。バブ、ほらおいで。ずっと寂しかったんでしょ。そう、バブ、僕はみんなから虐げられて本当は寂しかっただけなの。バブよ、わかってる、お姉さんは全部わかってるから。ほら、こっちにおいで。バブー、あー、偉いでちね。ほら、あんよが上手、あんよが上手。お姉たま、はい、逮捕。バブそれじゃパトカーに乗って署まで同行してもらいます。だましたな、貴様、ひどすぎる。バブ、パトカーではね、犯人を逃さないために真ん中に座らせて両端を固めるのよ。バブ、そして今日は私と同じ素敵な女性捜査官2名が迎えに来てくれているわ。すぐに行きましょう。